はいどうもケビです。今回は超究極がなんと新しく追加されたということですね。残り3日なんですけども、しっかりね攻略していきたいと思います。当日行ったライブと一緒にですね、解説を交えてお届けしていきたいと思います。このクエストのメインギミックは元素亀とブロック、そして混乱がついてくるということなんですけども、状態回復持ちアザトースアンドロメダ、この2体編成がおすすめと。そしてアタッカーに今回はジャックとジョータロを入れておりますが、こちらのパーティーを組むことによれば比較的簡単にクリアできるんではないかなという感じです。結構キャラ要素ありますけども、ここでのクエストのポイントとしては、混乱をバリアで防ぎながら、もしくは状態回復を防ぎながらという形なんですけども、状態異常回復持ちのキャラが混乱状態だと混乱のダメージ比較的痛いので、 SS 打てなくて詰んじゃうよっていうことがありますので、できるだけバリアをまとった状態、天使が攻撃ですね、こちらの攻撃ターンでバリアをまとってくれますので、ここも次の天使の攻撃でバリアをまとってくれるので、本来であれば敵を倒さずですね、抜けずに行きたいところなんですけど、倒しちゃうんですね。そう、ここでクリティカル出すやつ。で、どうなの？これ触れれる？ここで開幕で混乱が来るので、バリアをまとっていれば混乱状態じゃなく進めることができるという感じですね。アンドロメダアタトスがおすすめする理由は、 SS を打つことによって自分自身の状態異常混乱も解除できるということですね。これで回復できつつ挑んでいくということなので、比較的有利に立ち回ることができます。そうですよね、倒さなかったんですけど、これちょっと無理くないですか、倒せるこの気合よし、生き合いの入り方したね。真ん中の魔導士は敵の攻撃ターンを早めてきます。なので魔導士の攻撃ターンまでに倒していきましょう。ジャックはフィニッシャーと友情を拾っていくような、そんな立ち位置じゃない。これ何もできない。ジャック長押し。アンドロメダですか？アドトース？アドトース同族産地ですよ。ワクワクの詳細は概要欄に記載しときます。そちらもチェックしてみてください。ここでの注意ポイントは、天使とボスの間にはまっていくという感じですね。両方天使を倒してしまうと爆発がきますので、片方だけなら大丈夫です。クロスドクロを展開しないようにしましょう。っていうことがポイントじゃないですか、やっぱ。アザトス SS、まあ、アンドロメダ最初かと思ったら、アザトス最初だよ。いいっすね。ここで抜けて、これでもこんだけの HP やと抜ける。ボス戦はガンマンですね。ガンマンを2体ずつ倒していただいてですね、そしてボスに特攻していくという形になるんですけども、ジャックがねいい位置であれば、この位置で打つと思います。あ、またあれか、たまに倒すもんね。結局打てるタイミングでいい位置だったら打てと、これで打ちます。ジョータロいい位置ですよね、めっちゃあ、いい削り。オッケー。いいっすね。あ、だからジャック2の方がいいんだ。そういうこと。これ、ラストゲージっきり溜まるか溜まらんかとかなるよね。ボスにも、シールドンと、ボスの弱点の位置にハマっていくということがありますからね、2個も。ここ、攻撃ターンがですね、4ターンで即死くるので、もうジョータロの SS、もしくはパックの SS、ここで打つのはありです。本当ですね。今もっと次たのあるでしょ。ジョータロ打つぜ。
ポカ、ポカド、これ最初触れないといけないんでしたっけ？ボツ必中でした。ああ、そういうことですね。ああ、そういうことですね。オッケーです。このカード打って、こう、思い方はまればいいんですけど。いいでしょ、これ。てかもう倒したし。強すぎて倒したし。え、これ何これ。これ追撃入るのこれ、最後。もっと、明らかに撤退してたっすよね。時間止めたけど。ラストゲージは開幕パックが残っているのは使っていきましょう。まあどうしよう、優先的に倒していかないとまたボスの即死を早めていきます。ちょっと溜まってないわ。てか SSE ランクアップ説あるよね、あの感じだったら。綺麗にハマったもんね今。ああ、友情強いな。これ、アンドロメダル SS 打てるし。頑張るし。いいよ、いいよ、いいよ。それだけ入る実況か。あ、いいっすね。あ、いいですよ。あ、いいですね。いい感じですね。これでも挟まらんくなってるか。あ、魔導士一体残っちゃったけど。大丈夫っす。ここにおる。ジャック拾ってこれでいけんじゃないですか。これでいけるっしょ。よし、ナイスクリティカルー。はい、という感じです。はい。皆さんも超究極頑張ってください。ね。これ、お助けね、ちょっと考えますよ、いろいろ。これは難しいよね、今回。はい、ありがとうございました。情報をクリアボーナスと。この勲章がいい感じ。これ見つけましたね。いや、でも最後は本当に配置、いい配置だったんですよね。高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるっつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。